ライブプロレス後楽園ホール大会第6試合、本日のメインイベント ECW にて世界ストロングヘビー級選手権試合30分一本勝負を行います。青木君からチャレンジャー185センチ100キロ予想20時代チャンピオン5度目の防衛戦オットジャパン177センチ96キロ青木優也。テレビラブタイトル
Thank you.
よっしゃよっしゃ行くぞいやー、下を入ってみて、入ってみて。
Yeah.
選手に来い、今日ねなったかなと思ってます。でも次挑戦するときは俺もっとできるんで、もっとできるんで本当に、だからもっと期待してください。
そしたら俺はそれに絶対応えてみせます。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。いやいや、吉田すごいよ。本当に本当すごい。この間のね、タッグ挑戦からね、思ってたけど、あいつね、気持ちが座ってた。普段はね、生意気だし、ちょっとポンコツなところもあるけどね、あいつやるときやるんだよ。多分今日見てたお客さんがね、多分一番感じたと思うし、戦ってた俺が、めちゃくちゃ感じたところだった。ここ何年かね、ずっと吉田が、一番下のキャリアが一番下で、練習生も入ってはやめ入ってはやめ続いたけど、でもね、そんな中諦めず腐らず折れずに、あいつは踏ん張り続けて、来た。確かに今日結果は、止まらなかったかもしれないけどね、でも、確実にね、腐らずやってきたってことはお客さん改めみんなに、証明できたんじゃないかなと思います。でも僕はね、負けなかった。こうしてねベルト持ってますよ。僕はねさらにその上を行ってあいつよりもっともっと練習して鍛えて、チャンピオンとしてまた待ってます。